はい、こんにちは、116インズです。さて、昨日 MVP が発表され、 AL ではアーロン・ジャッジが MVP となりましたね。今年の MVP レースはこのジャッジと、昨年満票で MVP を受賞し、今季は規定打席、規定投球回ダブル達成で野球の神様にそろそろなりそうな大谷選手によるあまりにハイレベルすぎる MVP レースとなりまして、正直どっちが MVP 受賞してもおかしくないかなと思っていましたが、最終的にはジャッジが MVP になったと。ジャッジへの1位票が30票中28票と思ったよりも大差がついたのは意外ではありましたが、まあ今季ロジャー・マリスが持つエールホームラン記録を61年ぶりに破り、またそれ以外でも攻撃面で圧倒的な成績を残し、シーズンの話題の中心にいたジャッジが今季はさすがに MVP だろうと感じる記者の方が多かったということでしょうか。大谷さんが歴史を切り開く存在であれば、ジャッジはポストステロイド時代に歴史を塗り替える新たなスラッガー、成績面でも今季一人他を突き放す圧倒的な数字を叩き出していますので、その様々な成績や記録を眺めていくだけの動画と今回はなります。では次から見ていきましょう。まずは基本的な成績から見ていきます。今季のジャッジは157試合出場と、一時は守備負担の大きいセンターを守りながらも怪我なくプレーを続け、今季リーグ全体で打点の傾向にありながらも打率3割1分1厘、出塁率4割2分5厘、長打率6割8分6厘、 OPS は11割オーバー、ロジャー・マリスのホームラン記録を破るシーズン62本のホームラン、131打点、133得点、さらに身長201センチとめちゃくちゃ大柄な選手なんですが、しれっとキャリアハイとなる16盗塁も記録し、今季のヤンキース打線を支えるとともに、開幕前必ずしも地区優勝候補とは言われていなかったヤンキースを地区優勝へと押し上げました。ジャッジの歴史的なシーズンなくして今季のヤンキースはなかったでしょう。続いては近年各所の投票においても非常に重要視されているウィンザボリプレイスメントですが、ファングラス算出のウィンザボリプレイスメントが 11.4、 ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントで 10.6 と、どちらも10勝以上、要するに今季のジャッジはそのポジションの代替可能選手と比べて10勝分11勝分勝利数を上積みしていると。10勝11勝と変わったら、それだけでほぼ5割のチームをプレーオフレベルにまで押し上げますからね。とんでもない話ですよ。ファングラフス算出のウィンザーリプレイスメントで11以上の高水準を叩き出したのは2004年のバリー・ボンズ以来で、ボンズ以前だと1975年のレッズを支えたジョー・モーガンまで遡るようです。ボンズは天才に薬の力を与えた結果、あの時代人間離れした成績を多数残していますが、まさかそこに並ぶスラッガーが現れるとはという感じですよ。ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメントでも 10.6 以上を記録した選手も1900年以降でジャッジが15人目だそうで、特別なシーズンとなりました。続いて攻撃面のジャッジの働きですが、得点への寄与度に球場補正を加え、リーグ平均を100とした場合の指標に WRC プラスがあり、こちらの指標が今季ジャッジ207、繰り返しますがリーグ平均は100です。つまりジャッジは今季平均的なバッターと比べて攻撃面で1人2倍以上の貢献をしていることになりますね。働きすぎですわ。シーズンで200以上の WRC プラスを記録した選手もボンズ以来で、なんなら2000年代入ってからボンズしか達成できていませんでしたので、これもね、またジャッジの今季の傑出度を表す数字なんじゃないのかなと。ちなみに MLB2 位はアストロズのヨルダン・アルバレスで185なんですが、まあアルバレスもとんでもねえなと思ったりしつつ、あの怖い怖いアルバレスよりもさらに遥か上を行くジャッジ、そう考えると恐ろしいですね。続いてジャッジの打球関連の指標を見ていきましょう。左が今季のジャッジのパーセンタイルランキング、 MLB 内での立ち位置を示しているわけですが、当たり前ですが軒並み真っ赤トップクラス、平均打球初速が 95.9 マイル、平均でハードヒットの水準を軽く超え、ハードヒット率も 61.8%、 スタッドキャストの計測が始まった2015年以降のフルシーズンでは史上初めてシーズンのハードヒット率が 60% を超える選手となりました。また長打になりやすいとされるバレルの打球の割合が 26.5%、 バットに当たれば4回に1回は長打になりやすい理想的な打球を生み出しているわけと、2位のアルバレスでさえ 21% なので、まあズバ抜けてますね。そら62本もホームラン打ちますよ。でこれだけ強い打球を生み出しているおかげか、62本もホームラン打っていますがラッキーなホームランが本当に少ない。ポストシーズン含めて今季のジャッジは合計64本ホームラン打っていますが、このうち全30球場でホームランとなる当たり、ノーダウターズの当たりは37本。ノーダウターズだけでもホームランを狙えそうな勢いですが、逆に7球場以下でしかホームランにならないもの、いわゆるラッキーなホームランは10本しかなく、基本的にホームランになるべくしてなる打球を打っていると。
ヤンキースタジアムでプレーしているとどうしても本拠地のおかげでホームラン数伸ばせたんだろうと言われがちですが、確かにそういった選手もいるにはいるものの、今季のジャッジに関してはそれは当てはまらず、ホームランの期待値もポストシーズン合わせて64本と実際の数と同じですので、真にホームランキングにふさわしい活躍だったのかなと思います。ということで、これだけ一人圧倒的なバッティングを見せていましたので、当然相手チームもジャッジへの攻め方については慎重にならざるを得なかったと思います。一歩間違えれば大怪我ですからね。ただじゃあ慎重に攻めた結果カウントを悪くすると、さらにダメージにつながる可能性もありまして、今季ジャッジがカウント面で有利に立った時の成績が299打席で打率3割9分1厘、出塁率6割1分7厘、長打率9割3分5厘、ホームラン30本。ただでさえ強打者のジャッジがさらにパワーアップしてしまうと、長打率9割3分5厘って何なんですか本当に。 OPS でも超優秀と言われる水準なのに、ちょっとカウント悪くしただけでこれじゃ、これは勝負も避けたくなりますよ。特に3ボール1ストライクはもはやアウトにすることを諦めた方がよく、46打席で34四球と基本は多くのチームが歩かせているんですが、無謀にも特攻した人々が12打席で4本のホームランを浴びています。なるほど、カウントを悪くすると危険だ、じゃあもう少しストライクに投げてみようとすると、それはそれで当たり前ではあるんですけど危険なんですよね。ジャッジのゾーン別の平均打球初速がご覧の通りですが、外角低めを除いてどのゾーンも平均95マイル以上、真ん中近辺に至っては平均で100マイル。ストライクゾーンに投げたらハードヒットは覚悟しなくてはなりません。もうどうすればいいんだと。あまりボール球を追いかけるタイプではないジャッジですが、ただ空振りはそれなりに多い選手でもありますので、ボール球スイングお祈り投法か空振りお祈り投法で乗り切るしかないかもしれません。あと投げる球種についてですが、正直あまり選択肢がありません。ピッチングの基本であるフォーシーム、また MLB では今スライダー全盛時代を迎えていますが、スライダーともにしっかり打っており、ベースボールサバントのランバリューでフォーシームがプラス26点、スライダーはプラス29点、この他シンカープラス15点、チェンジアッププラス5点、カーブプラス6点と、基本的にはどの球種でも対応はできると。得点期待値の上で主要な球種であるフォーシームでプラス26点分、スライダーでプラス29点分稼ぎ出していますので、これはなかなかに相手していても困るでしょうね。何を投げればいいんだと。これだけ多くのピッチャーがスライダーをメインの変革に使っている時代において、スライダーで圧倒的な結果を出しているのは強いですよ。対スライダーの空振り率が 37.1% と結構空振りはしているんですが、それでも打率3割2分6厘、WOBA 4割9分8厘と打ちまくっているのは本当にすごい。やっぱり今季のジャッジと対戦するときはもはや祈るほかなさそうです。ということで、ジャッジの恐ろしさが大体は伝わったかと思いますが、他にもあまり見ない記録も最後に簡単にご紹介したいと思います。まあ、MLB.com でも紹介されていましたが、まず今季のジャッジ56人のピッチャーからホームラン放っているようですが、これはどうもエール記録だとか、得点のピッチャーをかもっているわけではなく、どんなピッチャーに対しても結果を出しているのがすごいですね。次、1試合複数ホームランを11試合で達成。これは1998年のサミー・ソーサ、1938年ハンク・グリーンバーグに並んでの MLB 記録。年間20本打てば、お、結構打ってるなと普通は思いますが、ジャッジはそれを複数ホームラン記録した試合だけで超えてしまうと。最後、チームが勝った試合で49ホーマー、1927年のベーブ・ルースに次いで2位だそうです。ホームラン打てば最低でも1点が入り、勝利に近づくので、まあシーズンで62本も打てば勝った試合で打った本数も増えるよなぁとは思いますが、ただそれだけチームの勝利に貢献する一発を放っているのも事実。ヤンキースが今季99勝もできた理由の一つではあるでしょう。これだけ様々な記録、圧倒的な成績を残したジャッジも、コンオフ FA、史上最高クラスの FA イヤーを送ったジャッジは、一体どんな契約をもらえるのか、ヤンキースに残る、彼の地元カリフォルニア州のチームに行く、あるいはそれ以外のチームに行くとしても、総額3億ドル規模の大型契約となる可能性は高いでしょうから、シーズンに続いてストーブリーグに入っても、ジャッジが話題の中心となりそうですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方、ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。